宮城県道31号仙台村田線は、宮城県仙台市青葉区から、宮城県柴田郡村田町に至る県道である。宮城県仙台市青葉区の北4番町駅付近の交差点から路線が始まり、仙台平野と愛子、モニは、ツ沼、菅尾、村田の各盆地を結んで、宮城県柴田郡村田町の中心部に至る。東北自動車道の仙台宮城 IC と、 村田インターチェンジの間と並走しており、沿道は、かつての宮城郡宮城町、名取郡西、井出村、柴田郡富岡村、同郡村田町にあたる。仙台宮城 IC が接続する国道48号、仙台西道路及び愛子バイパスは、東道との間で、折り立てインターチェンジを形成しており、仙台西道路上り線と東道が接続する折り立てインターチェンジの交差点名は、 仙台宮城 IC 入り口となっている。県道仙台北環状線とともに、仙台市都心部や周辺市街地を西側から迂回する道路であり、交通量の増加が著しいモニワ台付近の北行き車線に都反車線があり、モニワから第八山を経て坪沼、小学校入り口までが追い越し不可となっている。青葉区と大白区の境にある馬越市トンネルは、 大白山と万山の間を動物たちが通る獣道と言われている。モニワ台から降り、辰馬の交通量増大に伴い渋滞解消のため、馬越石トンネルの4車線化の要望がモニワ台住民から出ているが、動物保護団体からは、トンネルの取り壊しなどは動物たちの交流が断たれてしまい生態系に変化との懸念があるため、拡幅工事の計画は進んでいない。 2016年より東道の起点となった北4番町駅付近。ありがとうございます。